皆さんこんにちは、プルースです。皆さん TikTok 使っていますでしょうか。まあ、こちらはねすごく人気と言われているアプリなんですけど、アメリカの方でですね、アメリカ軍の兵士に対してですね、 TikTok の使用が禁じられたというニュースが入ってまいりましたので、ご紹介したいと思います。こちら参照は CNN からの情報になります。詳細についてです。米軍報道官のロビン・オチョア大佐がですね、このアプリ、TikTok のアプリはサイバー攻撃の脅威と想定されることを明らかにしました。この大佐によりますと、2019年12月中旬にアメリカ米軍が兵士たちに向けて軍務用の携帯電話、多分スマートフォンですけども、こちらでの TikTok の使用を禁じたというふうに発表しております。で、この禁じた理由についてですけども、まあ、12月16日にアメリカ国防総省によって発表された警告があります。まあ、それによると TikTok というのは潜在的に安全保障上の脅威とみなされたということが発表されましたので、これを受けてアメリカ国防総省内でも全職員に対しては個人情報の漏洩を防ぐためにダウンロードやアプリの使用を禁じて、かなり警戒していますね。アプリ TikTok 自体は先ほどのバイトダンスという会社が作ってリリースされた2016年から始まっているサービスですね。まあ、似てるサービスで言うと Snapchat っていう、まあ、僕もこれあんま使ったことないんですが、スナップショットっていうのは僕すごくコンセプト大好きで、まあよく皆さんスナチャって言ってますけども、それもショートムービーを送り合って、しかもその場合は動画すぐ、送った動画とかがすぐに消えるっていう、TikTok はそうでもないのかなと思います。すぐに消えるわけではなさそうですけど、で、今その TikTok 自体は世界で5億人のユーザーがいるとされています。まあ主に中国国内が主かなと思いますけども、今は日本とかでも積極的に広告が展開されていますよね。で、まあ、ステルスかもしれませんけど、YouTube とか使って、今のインフルエンサーとかが TikTok を使ってますみたいな感じでアピールしてる人もいます。ニューヨークタイムズによりますと、僕はセンサータワーという会社の分析したデータによると、今年1年間で7億5000万回以上ダウンロードされたというふうに言ってます。さっき5億人のユーザーが利用しているというふうに話したんですけど、ダウンロード数で言ったら1年間だけで7億5000万回ダウンロードされたそうです。1年間の7億5000万回ダウンロードって、過去 Facebook、Instagram、YouTube、Snapchat とかいう、まあ、人気のスマートフォンアプリよりもですね、数千万回ダウンロード多いそうです。なので異常な数値ですね、これ。まあ、宣伝が功を奏したのかわからないですけど、相当バズってるということです。で、このまあ異常事態を察知して、まあ、ニューヨークの民主党、チャック・シューマー上院議員と、アーカンソー州の共和党議員であるトム・コットン氏がですね、2019年10月にアメリカ合衆国の国家情報長官に対して、TikTok の国家安全保障上のリスクがすごく高まっていますので気をつけてくださいというふうに提案しておりました。で、フロリダ共和党の上院議員マルコ・ルビオさんという方がいらっしゃって、この方も含む他の議員たちが、TikTok がですね、香港関連のコンテンツについては検閲して削除したりとか非公開したりとかっていうのをしていることについて、まあ、懸念を提起しておりました。TikTok 側からも香港関連の何か画像とか中国の安全と治安を脅かすようなものがあればちょっと検閲していったということが事実としてあるようなので、まあ、それに対してやっぱ懸念をしているようです。で、まあ、なぜこの議員たちからの提案も受けたっていう流れになってしまったのか、まあ、この背景にあるのは、2019年11月に TikTok の開発会社バイトダンスの幹部がですね、アメリカ議員委員会に出席することを求められていたんですね。これ本当中国との関係大丈夫なのとか、アプリ内でのなんか違法なデータ収集とか行われてないのかっていうことを、アメリカ委員会側で出席してちゃんとそれを回答しろというふうに言われてたんですけど、まあ、その出席を拒否しておりました。まあ、それが気兼ねとなってしまって、まあ、これらの上院議員の人たちをさらに怒らせる結果となりました。不信感を募らせました。まあ、もし何も問題なければね、出席してただ言えばいい話なんだけど、それはなぜ拒否してしまった。で、TikTok 側の説明としてなぜ拒否したのかというと、まあ、中国とのその変な関係になってないけど、まあ、今短期間の11月に求められて出席すぐしろって言われても、それに対して回答できる、議論できる承認が僕らから提供できませんというのが原因のようです。まあ、ただその2019年初めにですね、TikTok はアメリカで展開している中でですね、13歳未満の子供の利用者の名前とかメールアドレスとか個人情報を違法に収集していたという、で、実際にもこれは事実としてあった。で、それに対して罰金としてアメリカ側が570万ドル、まあ、約5億円ぐらいですかね、を罰金として支払えということで、それに対して同意してお金として支払った。それで和解してるんですよ、多分。まあ、2019年初頭では罰金支払ったけど、まあ、とりあえず違法収集してるという事実は残ったというのが明らかになっておりまして、まあ、それをきっかけに調査が進んでいく中で、やっぱ TikTok やばいんじゃないかっていうのはアメリカ国内では疑念として残っていました。
というニュースになります。まあ、なのでちょっと軍の中ではさすがに情報漏洩とか機密とか漏れたらまずい、中国側がねいろいろ情報収集して民間と一体となって国家資本主義という名のもとにですねどんどん進めていく状況にありますので、で中国では他にもですね、まあ、中国通信機器大手ファーウェイがですね、まあ、アメリカの産業安全局が定めているエンティティリストというのがあるんですけど、これにファーウェイが記載されてしまったためですね、 Google を含むアメリカ企業との新規取引ができない状況に今あります。まあ、ですね、今後 TikTok も同じような状況に立たされる可能性もあります。ダウンロードアメリカ国内では絶対にさせないとかっていう措置が取られる可能性もありますし、でファーウェイについてはですね、まあ、その Google から脱却するためにですね、 Google と取引をやめるっていうんだったら自分たちでもう全部やっちゃうよっていうことで独自 OS であるハーモニーという OS がありますけども、これを発表しておりまして脱米依存を掲げています。で、まあ、幅広いデバイスとかプラットフォームで利用できるという OS ですけども、まあ、決してこれも Android の代替というわけではありませんし、まあ、Google 依存といいますか Google とのこう連携というのは進んでいかなければならないと思われます。まあ、でも逆にこの Harmony OS が流行って Google の Android を脅かす存在になってきたとすればですね、 Google も Harmony OS に対応する Gmail とか Google の、Google Chrome かドライブとか、その Google の持ってるアプリとかをそっちの Harmony OS に対応させるために彼らともまた提携し出す可能性もありますよね。まあ、そこはなんかどういうふうに進んでいくのか分かりません。まあ、いずれにしてもかなりもうね、主戦場グローバルでかつ中国とアメリカのバチバチの戦いでテクノロジーのどっちが勝者なのかっていうところが非常に気になるところですけども、まあ、こういったね、まあ、まず国の存在を脅かさないために、アメリカの中国の影響力を持たせないためにですね、 TikTok というのは非常に狙い撃ちされました。まあ、でもこれだけじゃなくても多分もっと中国側からのアプリとかサービスとか会社とかが多分どんどんアメリカに進出してくるはずです。でこれは多分アメリカだけじゃなくて日本も例外じゃないんですよね。まあ、現状今日本にそういったアプリがね、スナップチャット以外ないっていうのがな、ちょっとなかなか難しいんですよね。そういったアプリがもしあればいいんだけど、まあ、それに代わるアプリがもう TikTok しかないんじゃないかっていうのがちょっと難しい問題なのでね、日本もちょっとなんとかね、本当にこれ情報搾取されてしまうんだったらね、ちゃんと守んなきゃいけないですよね。っていうことで、まあ、ちょっといろいろと中国との対応が難しい状況ではある中で、まあ、今後どういうふうに TikTok が進んでいくのか、はたまた日本からどういう対応が望まれていくべきなのか、果たして本当に TikTok が中国共産党とつながって情報収集方法にやっているのか、どんどん明るみになっていけばいいかなと。以上、プルースでした。